リチャード・ヘザー・アリントン・オカーンは、第二次世界大戦時のアメリカ海軍軍人、潜水艦艦長、名誉勲章受賞者。最終階級は少々。資料によっては、お敬遠と表記されることもある。リックことオカーンは1911年2月2日、ニューハンプシャー州ドーバーに生まれた。その中からわかるように、アイルランド系のアメリカ人である。 1934年アナポリスを卒業し、巡洋艦、チスター及び駆逐艦プルイットで海軍士官として最初の年を過ごす。1938年潜水艦勤務を命じられ、アルゴノートで1942年まで勤務した。1942年を艦中尉は新鋭艦の和風に乗務し、マービン・ジー・ケネディ少佐ついで、 ダドリー・ダブルー・モートン中佐の下で副長として5回の紹介を経験した。1943年7月、オカーンは和風を離任し、まだ建造工事中であった、新造館のタングの館長に転任した。もっとも、この転任には、その直後の任務において、和風が沈み、和風のモートンが戦死していることから批判もあったという。同年10月タングが収益すると館長に就任。 タングが沈むまで艦長の任にあった。オカーンは敵船団の真ん中に位置して前後の船を攻撃するなど革新的ないくつかの運用戦術を開発し優れた戦果を上げ撃沈した敵船舶の総数24隻総トン数9万3824トンは太平洋戦争中のアメリカ潜水艦艦長の中でトップである。航海で行われた タングの3度目の紹介では8隻の日本船舶を撃沈した。戦後の記録では撃沈数は10隻に増加した。これはオカーンがかつて乗務した和風の持っていた一度の紹介における敵船舶の撃沈総数におけるトップ記録を更新した。しかし1944年10月24日、台湾西方機でミ23船団を浮上して攻撃中に、 魚雷のジャイロの故障で、発射した魚雷が一周してから時間に命中する事故で、タングは、爆鎮、甲板状のオカーン艦長は、部下8人と共に爆発で海に放り出されたおかげで、辛くも生き残り、日本海軍の捕虜となって、終戦まで、東京都下の大森捕虜収容所に拘束された。大森収容所には、ハロルド T ヘッジ軍曹ら32人の B-29 搭乗員捕虜もいた。 オカーンと部下たちは一つのバラックを割り当てられて収容された。オカーンは戦後の1945年8月29日に釈放された。その後アメリカに帰国し、第二次世界大戦の功績によってハリー・トルーマン大統領から名誉勲章を授与された。太平洋予備役艦隊に配属され、潜水母艦、ペリアス艦長、潜水母艦、 ネレウス副長兼第32潜水艦部隊指揮官となり、1950年から1951年にかけて召喚教育を受けた。その後は、コネチカット州ニューロンドンの潜水艦学校で当初教官、ご役員として1952年から53年まで勤務した。同年7月に大佐に昇進。 潜水母艦スペリーの艦長に着任し1954年6月までスペリーを指揮し、その後第7潜水艦部隊の指揮官となった。1955年から56年まで海軍戦争大学で学んだ後、ワシントン DC の船舶特性委員会に勤務し1957年に退役した。オカーンはその数々の栄誉が考慮され、退役軍人名母上で少々に昇進した。 オカーンは1994年、カリフォルニア州ペトルーマで亡くなり、アーリントン国立墓地に埋葬された。あと、妻の墓も、オカーンの墓に寄り添うように混流された。1998年、オカーンの名誉を称え、アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の27番艦が、その名を命名された。ありがとうございます。